終盤になってさ、タメが来たじゃないですか。ラブレターズのね、声が変なね。そうそう、変な声しながらさ。面白い顔のな。埼玉からさ、もう本当に最後の最後。あいつもなんか、ビートルズみたいに入ってきたよね。大物感出てたね。出してたね。髪型もおかっぱでさ。出して、すいませんなんて言いながらさ。なんかそれで、ちょっと薄く切れてんだよ。なんかまあね。タメは声変だな、そう。うん、何がすかみたいな。薄く切れ。ね、来たのになんすかその言い方みたいな。ね、薄切れね。薄切れ男、うん。その芸人さんやってたじゃない。そうそう、やってたな。やってたな。埼玉からさ、来てさ。もう逆の立場だったら最悪だけどね。本当だよ、お前。実家かなんかいたんでしょ、あれもうね。そっから呼ばれてさ、ね、住んでるとこ遠すぎるよ、まず。ダメだよ、あんなとこ住んだら。でもまあ本人がね、まあ来たいって言ってくれてさ、来てさ、でまあこうまた小一時間盛り上がったじゃないですか。あそこのね、お好み焼き屋さんで、それがまあ終わって、でまあ若林さん帰ったでしょ、でその後にね、もう一軒行ったんですよ。まあ、聖堂さんも帰って、あとその佐藤のしおりんも帰ってさ、で、残りのメンバーですよ。ね、そのタメ含めて。タメどうすんだよって聞いたの。一応なんかさ、悪いなと、終電もうないから。タクシー代出してあげればいいじゃん。まあそこまでの発想はなかったけども、どうすんだよって、ほんと来て1時間ぐらいだったからさ、なんか返そうなと思って、どうすんだよって言ったら、仲間の芸人が、しびれ飲んでるんで、そこ行こうと言いますって生意気こいたからさ。生意気だな。絶対嘘なのよ。絶対嘘だろ、つって。見え張ってんじゃねえ友達がいないからね。いないからね。そんなわけねえだろ、つって言って。あと気になるのがあれね。奥田が、タメのこと呼ぶとき、カリスマって呼ぶとき。うるせえと思って。そんな流れがあるのはなんかわかるけどうるせえと。うるさい、知らない人。カリスマって。たまになんかカリスマって書いてある書紙みたいなのが落ちてる時ある。捨ててやってんの。だからそのさ、そのチームすげやけはプラスカリスマで。何がカリスマだよ、お前。言ったのよ。冗談じゃない。あの辺りのなんかやってる店。つってんで、まあ、チェーンのね。でもお前ね、そんなこと言うんだけど、タメは今すごいんだぞ、お前。何を。映画出てんだ言ってたね。ね、対策ですよ。対策。超対策ね。超対策。すごい、知らなかったもん。撮影現場も大盛り上がりだった。ね豪華でね。あんま俺らいじっちゃいけないようなやつだぞ、お前、そんな。そうだね。どっか地方行って撮ってたでしょ気をつけろ。ホテルでね。毎日風呂入って疲れ癒したっつって。タメがね。本当だよ。言ってましたよ、顔洗って。湯船ね、溜めて。いいじゃねえかよ。まあいいんだけどもね。大変だったなみたいな話で盛り上がったカリスマが。カリスマがね。おいで、どうすんのって、なんかもう一杯ぐらい行きましょうよみたいな。まだ飲み足りない。そんなに遅い時間じゃなかったじゃない。言ってもお開きになったのが。んで、どっかないかって言ったら、まああってさ、チェーン店のさ、居酒屋さんが朝までやってるような。で、そこ行きましょうって言ったのよ。で、タメも、いやいや、本当にこの回呼んでいただいて、ありがとうございますみたいな感じで、まあ嬉しいこと言ってくれてるわけですよ。嬉しいこと言ってくれんな、おい。ほんと飲みたかったんすよ。ただ若林さんともっと話しかったかったな、みたいな。何噛んでんな、お前。そこ厳しい。私にも厳しいのね。こういう笑いはもう嫌なのよ。人をね、攻撃するようなね。そう。もう突っ込みとしては致命傷だけどね。そうやってくると。まあおいで行ってさ、ねえ、もう結構もう誰もお客さんいないけど、我々ぐらい。平日のさ。しょうがねえな。帰れ、家早く。広い、なんかね、なんか、いっぱい付き合い並んでるけど、広いところでもう一番隅でさ、この付け焼き場とカリスマがさ。何がカリスマだよ。美穂ちゃんとね、行ってさ、美穂ちゃんが何飲みますみたいな。うるせえよ。なんでかね、頼んでさ。んで、じゃあ、言ってなかった。私ギャルだったんですけど。その時は言ってなかった。その時はもう言ってなかった。もう気が済んだんじゃない多分、一時会で。ジョーカーのように出してくるからな。私ギャルだったんです。ここぞとばかり、切ってくる。その時は切られなかったね、それは。それで、おのおのドリンク来てさ、魔王ね。んで、じゃあまあ改めまして、乾杯みたいなしてさ。で、いや、ね、結構食べたね、みたいな話したのよ、お好み焼き屋さん。で、ふと気づいたら、私の目の前にね、ヨシキ D がいたんだけどさ、もう乾杯しても一口つけたぐらいよ。いなくなって、トイレかなと思ったのよ。
したらね、もう5分経っても10分経っても帰ってこないの。あれって言ったら、誰だっけ、石井ちゃんかなんかが、あ、あれ帰りましたね、つって言って。席ついて、うん、一口飲んで帰ってんの。何それ。あの、ね、ヨシキ D が行こうって言ってね。何それ、なんで。で、何それって言ったら、いや、よくあるんすよ。つって、誰も焦ってないのよ。よくあるの。よくあるんだって。どういうことよ。急に帰ったりするんでしょ、この何急に帰るって。しかもしばらく経ってさ、なんだかんだそこでも盛り上がって、帰るんだ、まだわかるけど、乾杯で一口口つけて帰るんだよ。そのまま。しかも誰にも何も告げずに。変な人だね。そしてそのことを周りも誰も心配してないっていうね。いつものことだから。いつものことはもう異常な集団ですよ。なんだろうな、それな。もう怖くなっちゃって。いや、怖いね。心配もしねえんだ。見にも行かねえんだっつって。D ちゃんだけはバタバタしてたの。どこにもいないっすね。トイレにもいないっすね。あ、酔っ払っちゃってね。もう心配じゃない、こっちはさ。怖いよね。来たらもう帰ったっつって言ってさ。で帰る中ね。まあまあいろいろ話してさ。タメがさ、タメのプレゼンがもうすごいのよ。何タメプレって。なんかまた飲ましてくださいみたいな。怪しいな。若林さん今本当言っといてください。やってるな、タメな。で、何よつってタメ、まあ別にね、その、まあ今日初めて飲んだし、まあ飲みたいとは思うよと、ね、うん、言ってさ、ね、まあ飲みの席だから、じゃあそのタメのね、なんかいいとことか、なんかこのね、うん、飲んだらどういう感じなのよみたいな話、うん、いや、僕ね、いい話いっぱい持ってますと。なんだよ、それなんだよ、そのプレゼン。そしたらさ、もうそっから1時間、1時間ぐらいからずっとゴシップの話ね。しょうがねえ。どこがカリスマなんだよ。僕ね、いろんな話知ってます、つって。ちょっと名前は言えないですけど、とか言って。なんだその入り。あのね、あの俳優さんの初体験の相手知ってますって。いや、まず知らないし、誰なのよ。それはちょっと言えないっす。そこはね、次飲んだ時に。全部シークレットで話すの。知ってます？アイドルとかね、女優がたくさん住んでる都内にマンションがあるんですよ。誰住んでるの？言えないっす。それさ、何も話してないのと一緒だよ。そうなのよ。そう、なんなんだよ、その話っつって。ただでもそれ本当なのかと。うん、ね、言ったらもう一回の芸人じゃない。うん、で、結構その華やかなね、うん、世界の人たちのゴシップすごい知ってんの。俳優さんとか女優さんとか。本当かな？本当なのかっつって。そんなの。言ったら、それで必ず決まっているのが、うん、本人が嘘ついてない限り本当ですって。なんだよそれっつって。それなんかいいね。本人が嘘でしたらこれはもうちょっとまた僕の手に負えないですけども。なんか決めゼリフみたいな。信じるか信じないか。あなた次第。あなた次第みたいなことを言う。本人が嘘ついてない限り本当です。なんだよそれっつって。でもいいね、いいね。聞いちゃうのよ。他にないの何でもありだな。何でもありでさ。ゴシップなんてさ、酒飲んでるとき、うん、嘘かもってどっちでもいいからな。まあそうね。うん、でも真偽のほどは本当で、その奥田大もさ、奥田大もすごいゴシップ持ってるんですよ。ゴシップ好きだ、こいつも。その話俺も聞いたことあるっつって入ってた。聞いたことあんねん、みたいな。よくなんかね、うん、あの、前室でもそういう、なんの気ない誰かの話してたら、若林さんあれ知ってます？別に聞いてもいないのにね。うるせえなー。こっちがちょっと食いついたら、ちょっといないっす、みたいな感じでしょ。奥まで入らせないみたいなね。多分聞いたことあるかもしれないですけど、みたいな。ちょっとでハードル下げてからゴシップ放り込んで。で、俺も、え、マジでなんつって。結局食いついちゃうのよ。そうそうそう、食いついちゃうんだよね。そう、入ってきて、遅れても入ってきてさ、うん、それってあれやろつって言って。そうそうそうって、聞こえないようにさ、話すのよ。それってあれやろ、うん、それってあれやろ、それあれやろ、あれそれ、こそこそこそ。やっぱせや。それは言うたらあかんとか言って。奥田大河。奥田大河。うっさいっすね。生意気。うっさいっすね。腹立つよ。うっさいっすね。うっさいっすね。で、タメと奥田大河さ、あれや、奥田大河、あれやな、つって。俺ら二人で、タメとね。俺ら二人であのコンビニの、うん、あのゴシップのあの太い漫画の本あるや。あれ書けるな、つって。そうっすね、つって。だからなんだよ。盛り上がってさ。だからなんだよ、それ。それ見て、まあね。なんだよ、もうゴシップ。面白いことやれって振ってやろうか。本当だよ、飲み会でさ。振ってやろうか、ほんとに。ダメよ。ダメよ。それで、まあ、まあ、虫に1時間、2時間ぐらい飲んだのかな、うん、結局そのさ、ゴシップのさ、うん、シークレットトークのゴシップをずっと聞いて。でもね、不思議な、あれだよ、聞けるのね。
俺は想像して家帰って検索とかしちゃって、私もさ。それ全然出てこねえ。出てこねえの。あいつすげえなって思っちゃった。したらね、あの、で、あれ日曜かなんかだったじゃない、だったじゃないですか。ゴシップ詳しいやつに見えないけど、ね。見えないでしょ。詳しいんだね。詳しい。だから結構、それもなんか、遠くない人間から聞いた話なの。あ、また聞きぐらいの近さだから、本人が言うにはよ。うん、なんか学生時代絞られてた人ってゴシップ好きな傾向あるよね。あるかもね。うん。なんかこの、握ってやったみたいな、そういうとこあるのかね。取りに行くんじゃんだから。ゴシップを。ガッつって。あ、だからリュックパンパンだった。そうだ、埼玉から。ねえ。電車乗ってゴシップ詰めながら。埼玉のコント師ね。埼玉のコント師。埼玉のコント師がさ、自宅の部屋でゴシップをぎゅうぎゅうに詰めて。試すぽ詰めてきた。試すぽ。ぎゅうぎゅうに詰めて。試すぽね。持ってきてさ、披露してんの。それが日曜で、うん、で、絶対また飲みましょうねみたいな話してさ、帰ってってさ。うん、で、もう今日の夕方ですよ。うん、ためからさ。ためから。ためから LINE 来てさ。先日はあの会に参加させていただき、ありがとうございました。うん、また飲みの際は気軽にお誘いください。何かんねんだよ。嫌なのよ、こういう笑いの取り方。やめてよ。人の上げ足とんの嫌なのよ。気をつけてよ、本当にね。私も申し訳ないけど。またお飲みの際は気軽にお誘いください。うん、たくさんゴシップ仕入れておきますので。いや、多分お前のリアクションもいいんだよ。多分いいのよ。それ送ってくるってことだからもう今から楽しみでしょ、届かなくてね。私も。お前今甘噛みしなかったもん。噛んでないっす。噛んでないわ。すいません、ね。お前でもね、ゴシップ好きで。いや、ゴシップね、そんなにね、そういうことね、何も思わない人間だと思ってたら、結構好きね。私ね、ゴシップ。お前ゴシップ好きだよ。うん。ゴシップ好き。だって俺が楽屋で、うん、あの、福ちゃんとかとゴシップ話してるとき、うん、お前、うん、ちょっと笑ったりする。それマジかよ、みたいなタイミングで笑ったりしてるもん。普段は仕事の話で大好きとか細かい打ち合わせしてるので聞く耳持たない。あ、バレてた。バレてるよ。ちょっとさ、たくさん仕入れてくるから、タネスポから。楽しい人、バカバカさん好きだから、ゴシップ。おいで。いや、絶対話したら食いつく。まあでも、タネが話してるの聞きたいね。それ本当かよって言った。本人がね。本人がね、嘘ついてない限り。